高尾599ミュージアムは、東京都八王子市高尾町にある私立自然史博物館。高尾599ミュージアムは、八王子市の南部、高尾山東側の麓の旧、東京都高尾自然科学博物館跡地に位置し、観光、学習、交流の3つの機能を合わせ持ち、高尾山に生息する動植物の展示や映像などを、行う入館無料の自然史博物館である。 施設名は高尾山の標高599メートルにちなんで名付けられた。東京近郊の低山地である高尾山は古くから信仰の場であり、今日まで自然のままの状態で保たれてきたことから豊かな生態系を持ち、山内で見られる植物はイギリス全土に自生する植物の種類の数に匹敵する約1600種に及ぶほか、 ミノ山やキフネ山と並んで数百例種の昆虫が生息する三大昆虫、生息地としても知られ、昆虫愛好家の聖地とも言われている。道館は、羽ばたいている昆虫の一瞬の姿を捉えた昆虫標本など様々な自然物を展示して来館者に伝えている。展示植物はアクリルに収められた樹脂標本で、植物は美術品のように扱われ展示されている。 また、四季の移り変わりを描いた映像が、ムササビやイノシシなどの白星を排した壁面に映し出される。ありがとうございます。